こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ネバーフォルム、これは好スタート。クイーンアセット、ダッシュがつきません。シグナルプロモーション、前に行きそうです。サマーキュート、それに続いています。さらにはオールドトリエステ、6番ネバーフォルム、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはオールドトリエステ。すぐ後ろにシグナルプロモーション、黒の帽子。サマーキュート、その後ろ。その外にクロープレジャー、並んで5番フレンチバレー、サンフォードカード、この馬もこのグループ。その隣にネバーフォルム、ワインマリリン、それに続いています。後ろからの競馬になりました。ウィングアロー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにキャッシュタレント、並んで10番マジカルミラージュ、ウェルチョーズン、この馬もこのグループ。しんがりからダンディトーク、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番フレンチバレー、レースを引っ張ります。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番フレンチバレー、オールドトリエステ、ほとんど差がありません。フロープレジャー、3番手ウィングアロー、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフレンチバレー、その外からはサンフォードカード、ウィングアロー、後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はサンフォードカード、ウィングアロー、抜けた。サンフォードカード、食らいつく。ウィングアロー、もう一伸び。ウィングアロー、ウィングアロー、1着、2着にはどうやらサンフォードカード。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ウィングアロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はスピードワールド、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 スピードワールド、粘る。マルカダイシス、迫る。スピードワールド、スピードワールド、1着、2着にはどうやらマルカダイシス、見事に勝ちました。スピードワールド、大隅タイクーン、敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは菅野王子。綺麗なスタートを切りました。筑波シンフォニー、前に行きそうです。菅野王子、それに続いています。さらにはスケールアーチ、1番バブルガムフェロー、その後ろ。天神将軍、後ろからになりそうです。では前の方から、大栄コスモス、先手を取りました。赤の帽子、筑波シンフォニー、その後ろ。好位置をキープしています、バブルガムフェロー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のバブルガムフェロー、現在先端に取り付いています。オフサイドトラップ、前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。では前の方から見てみましょう。筑波シンフォニー、先手を取りました。赤の帽子、大栄コスモス、その後ろ。すぐ隣に菅野王子、好位置をキープしています、バブルガムフェロー。 1000m を通過。
少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。さあ先頭はまだ4番筑波シンフォニー。ここで先頭が入れ替わりました。菅野王子、筑波シンフォニー2番手に控えました。バブルガムフェロー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバブルガムフェロー。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはバブルガムフェロー。あと 200m、 一気に後続がやってきた。オフサイドトラップ必死に追う。2番手はオフサイドトラップ、バブルガムフェロー1着。バブルガムフェロー完勝。バブルガムフェロー1着。2着はオフサイドトラップ。これが G1 馬だ。バブルガムフェロー